サスケは泣き虫であったものか、恋さんにぶたれるたびにいつも泣いたという。それがまことに意気地なくヒーヒーと声を上げるので、また恋さんの折檻が始まった、と旗の者は眉をひそめた。最初恋さんに遊戯をあてがったつもりの大人たちも、ここに至ってすこぶる当惑した。舞を遅くまで琴や三味線の音が聞こえるのさえやかましいのに、ママ春金の激しい誤調で叱り飛ばす声が加わり、その上にサスケの泣く声が夜の更けるまで耳についたりするのである。あれではサスケどんもかわいそうだし、第一恋さんのためにならぬと、女中の誰彼が見るに見かねて稽古の現場へ割って入り、父さん、まあ、なんということでんの。姫御前のあられもない。男の子にえらいことしやはりまんねんな。と、止め立てでもすると、春金は帰って祝然と襟を正して。あんたら知ったこっちゃない。ほっといて。と、言いたけだかになっていった。わて、ほんまに教えてやってるねんで。遊びこっちゃないねん。サスケのためを思やこそ一生懸命になってるねん。どれくらい怒ったかて、いじめたかて、稽古は稽古やないかいな。あんたら知らんのか。これを春金殿は記して、何時らわらわを少女と侮り、あえて芸道の神聖を犯さんとするや、たとえ幼少なりとて、卑しくも人に押しうる以上、知たる者には死の道あり。わらわがサスケに技を授くるは、元より一時の時期にあらず。サスケは生来音曲を好めども、でっちの身として立派なる剣業にもつくあたわず、独習するが不憫さに、未熟ながらもわらわが代わりて師匠となり、いかにもして彼が望みを達せしめんと欲するなり、何じらが知るところにあらず、とくこの場を去るべし、と、毅然として言い放ちければ、聞く者その異様に恐れ、弁舌に驚き、方法の体にて引き下がるを常としたりき、と言っている。もって、春金の勢い込んだ剣幕を想像することができよう。サスケも泣きはしたけれども、彼女のそういう言葉を聞いては、無限の感謝を捧げたのであった。彼の泣くのは、辛さをこらえるのみにあらず、主とも師匠とも頼む少女の激励に対するありがた涙もこもっていた。ゆえにどんな痛い目にあっても逃げはしなかった。泣きながら最後まで忍耐し、よしと言われるまで練習した。春金は日によって機嫌の良い時と悪い時があり、口やかましく小言を言うのはまだ良い方で、黙って眉を潜めたまま、三の糸をピンと強く鳴らしたり、またはサスケ一人に三味線を弾かせ、可否を言わずにじっと聞いていたりする。そんな時こそサスケは最も泣かされた。ある晩のこと、茶音頭の手事を稽古していると、サスケの飲み込みが悪くてなかなか覚えない。幾度やっても間違えるのに業を煮やして、例のごとく自分は三味線を下に置き。よー、チリチリガン、チリチリガン、チリガン、チリガン、チリガー、チッテン、トッツン、トッツン、ルン、やー、ルルトン。と、右手で激しく膝を叩きながら、口三味線で教えていたが、ついには黙念として突っ放してしまった。サスケは取り付く島もなく、さればと言ってやめるわけにもいかず、なんとかかとか一人で考えては弾いていると、いつまで経ってもよいと言ってくれない。そうなると逆上してますますとちり出す。体中に冷や汗が湧く。何が何やらでたらめを弾くばかりである。しかも春金は若年として一層唇を固く閉じ、眉根に深く刻んだシワをピクリともさせない。格のごときこと2時間以上に及んだ頃、母親のしげじょが寝巻き姿で上がってきて、熱心にも程がある。
度が過ぎては体に毒だからとなだめるようにして二人を引き分けた。あくる日、春金は両親の前へ呼び出されて、そなたがサスケに教えてやる親切は結構だけれども、弟子を罵ったりぶったりするのは、人も許し、我も許す賢行さんのすることなり。そなたはいかに上手と言っても、自分がまだお師匠さんに習っているのに、今からそんな真似をしては必ず慢心のもとになろう。およそ芸事は慢心したら上達はしませぬ。天津さえ女の身として男を捕らえ、アホなどと口汚く言うのは聞きづらし、あれだけは何とぞ慎んでくだされ。もうこれからは時間を定めて夜が更けぬうちにやめたがよい。サスケのひいひい泣く声が耳について、皆が寝られないで困ります、と。ついぞ小言を言ったことのない父と母とが年頃に説諭したので、さすがの春金も返す言葉がなく、道理に服した体であったが、それも表面だけのことで、実際はあまり効き目がなかった。サスケはなんという意気地なしぞ。男のくせに些細なことにこらえ性もなく声を立てて泣くゆえに、さも行さんらしく聞こえ、おかげで私が叱られた。芸道に精進せんとならば、痛さ骨身に応えるとも歯を食いしばって耐え忍ぶがよい。それができないなら私も師匠を断ります、と帰ってサスケに嫌味を言った。次来サスケはどんなに辛くとも決して声を立てなかった。モズ屋の夫婦は娘春金が失明以来だんだん意地悪になるのに加えて、稽古が始まってから粗暴な振る舞いさえするようになったのを少なからず案じていたらしい。まことに娘がサスケという相手を得たことはよしあしである。サスケが彼女の機嫌を取ってくれるのはありがたいけれども、何事もご無理ごもっともで通すところから次第に娘を増長させる結果になり、将来どんなに根性のひねくれた女ができるかもしれぬと密かに胸を痛めたのであろう。それかあらぬか、サスケは18歳の冬から改めて主人の計らいによって春宵兼業の門に入った。すなわち春金が直接享受することを封じてしまったのである。これは親たちの考えでは娘が師匠の真似をするのが最も悪い。何よりも娘の品性によからぬ影響を与えると見たからであったろうが、同時にサスケの運命もこの時に決したわけである。この時以来サスケは完全にでっちの任務を解かれ、名実ともに春金の手引きとして、また愛弟子として兼業の家へ通うようになった。本人がそれを望んだのは言うまでもないとして、安左衛門も大いに国元の親たちを説きつけ了解を得るように努めた。商人になる目的を放棄させる代わりには、行く末のことを保証し必ず捨てておかぬからと、そこは言葉を尽くしたものとさせられる。案ずるに安左衛門夫婦は春金のためにおもんぱかって、サスケを婿にもらったらという意思が動いていたのであろう。フグの娘であってみれば対等の結婚は難しい。サスケならば願ってもない良縁であると思うのも無理からぬところである。思考してその翌々年、すなわち春金16歳、サスケ20歳の時、初めて親たちは結婚のことを封したのであったが、意外にも彼女は逃げもなく殉居した。自分は一生夫を持つ気はない、ことにサスケなどとは思いもよらぬと甚だしい不機嫌であった。しかるに何ぞ計らん。それより1年を経て、春金の体にただならぬ様子が見えることを母親が感づいたのである。まさかとは思ったけれども、内々気をつけてみるとどうも怪しい。
人目に立つようになってからでは奉公人の口がうるさい。今のうちならとかく繕う道もあろうと、父親にも知らせずそっと当人に尋ねると、そんな覚えはさらさらないという。深くも追求しかねるので、腑に落ちないながら一ヶ月ほど捨てておくうちに、もはや事実を覆い隠せぬまでになった。今度は春金は素直に妊娠を認めたが、いかに聞かれても相手を言わない。強いて問い詰めると、お互いに名を言わぬ約束をしたという。サスケかといえば、なんであのようなデッチ風情に、と頭から否定した。誰しも一応サスケに疑いを持っていくところであるけれども、親たちにしても去年の春金の言葉があるので、よもやと思ったのである。それにそういう関係があればなかなか人前を隠しきれぬもの。経験の浅い少女と少年がどんなに平気を装っても嗅ぎつかれずにはいないものだが、サスケが同門の後輩となってからは以前のように夜更けるまで滞在する機会もなく、時折兄弟子の格式を持っておさらいをしてやるぐらいなもの。その他の時はどこまでも気ぐらいの高い恋さんであって、サスケを偶するに手引き以上の扱いはしていないようなので、奉公人どもも二人の間に間違いがあろうとは思ってもみなかった。むしろ主従の区別がありすぎ、情味が乏しいほどに思えた。しかしサスケに聞いたらば様子が知れよう。相手はきっと兼業の門下生であろうと見当をつけたが、サスケも知らぬ存ぜぬの一点張りで、自分の身に覚えのないのはもちろん誰と言って心当たりもないというけれども、この時ご両人の前へ呼ばれたサスケの態度がおどおどして、うさんくさいのに不審が加わり、問い詰めていくと辻褄の合わないことが出てきて、実はそれを申しましては恋さんに叱られますからと泣き出してしまった。いやいや、恋さんをかばうのはよいが、主人の言いつけをなぜ聞かぬ。隠し立てをしてはかえって恋さんのためになりませぬ。ぜひ相手の名を言ってごらんと口を酸っぱくしても言わぬ。それでも結局のところ、相手はやはり当の本人のサスケであることが言外に汲み取れた。決して白状しませぬと恋さんに約束した手前を恐れて明瞭には言わないのだが、それを察してもらいたそうに言うのであった。モズヤ夫婦は、できてしまったことは仕方がないし、まあまあサスケだったのはよかった。そのくらいなら去年の縁組を進めた時、なぜあのような心にもないことを言ったのやら。娘木というものはたわいのないものと、憂いのうちにも安堵の胸をさすり、この上は人の口の葉にかからぬうち早く一緒にさせる方がと改めて春金に持ちかけてみると、またしても、そんな話は嫌でござります。去年も申しましたように、サスケなどとは考えても見ませぬこと。私の身を不憫がってくださいますのはかたじけのうござりますが、いかに不自由な体なればとて奉公人を婿に持とうとまでは思いませぬ。お腹の子の父親に対してもすまぬことでござりますと顔色を変えて言うのである。ではそのお腹の子の父親はと聞けば、そればかりは尋ねないでくださりませ。どうでその人に沿うつもりはござりませぬという。そうなるとまたサスケの言葉があやふやに思え、どっちの言うことが本当やらさっぱりわけがわからなくなり講じ果てたが、サスケ以外に相手があろうとも考えられず、今となっては決まりが悪いのでわざと反対なことを言うのであろう。そのうちには本音を吐くであろうと、もうそれ以上の詮議はやめて、とりあえず身二つになるまで有馬へ当時にやることにした。それは春金が17歳の5月で、サスケは大阪に居残り、女中二人が付き添って10月まで有馬に滞在し、めでたく男の子を産んだ。
その赤ん坊の顔がサスケにうり二つであったとやらで、ようやく謎が解けたようなものの、それでも春金は縁組の相談に耳を貸さないのみならず、いまだにサスケが赤子の父親であることを否定する。よんどころなく二人を対決させてみると、春金はきっとなり、サスケ殿、なんぞ疑られるようなことを言うたんと違うか。わてが迷惑するよってに、身に覚えのないことはないとはっきり明かりを立ててほしいと言う。釘を打たれてサスケは人縮みに縮め上がり、仮にもお衆の父さんを滅そうなことでござります。子飼いの時より一方ならぬ大恩を受けながら、そのような身の程知らずの不良剣は起こしませぬ、思いもよらぬ濡れ衣でござりますと、今度は春金に口を合わせ鉄頭鉄尾否認するので、いよいよ拉致が開かなくなった。それでも、生まれた子が可愛くはないか、そなたがそんなに強情を張るなら、テテナシゴを育てるわけにはいかぬ。たって縁組が嫌だとあれば、かわいそうでもやや子はどこぞへくれてやるより仕方がないが、と子をかせにして詰め寄ると、どうぞどこへなとおやりなされてくださりませ。一生独り身で暮らす私に足手まといでござります、と涼しい顔つきで言うのである。この時春金が産んだ子はよそへもらわれていったのである。高家二年の生まれにあたるから、今日存命しているとも思われないし、もらわれていった先も知れていない。いずれ両親がしかるべく処置したのであろう。そんなわけでとうとう春金は我を張り通し、妊娠の一件をうやむやに葬って、またいつの間にか平気な顔でサスケに手引きさせながら稽古に通っていた。もうその時分、彼女とサスケとの関係はほとんど公然の秘密になっていたらしい。それを正式にさせようとすれば、当人たちがあくまで否認するものだから、娘の気性を知っている親たちはやむを得ず黙挙の形にしておいたと見える。かくして主従とも愛弟子とも恋仲ともつかぬ曖昧な状態が 2,3 年続いた後、春金二十歳の時、春宵兼業が死去したのを機会に独立して師匠の看板を掲げることになり、親の家を出て淀屋橋筋に一戸を構えた。同時にサスケもついていったのである。けだし彼女は兼業の生前すでに実力を認められ、いつにても独立して差し支えないよう許可を得ていたことと思われる。兼業は己の名の一字を取って、彼女に春金という名を与え、晴れの演奏の時しばしば彼女と合奏したり、高いところを歌わせたりして常に引き立ててやっていた。されば兼業なき後に門戸を構えるに至ったのは当然であるかもしれない。しかし彼女の年齢境遇等に照らし、にわかに独立する必要があったろうとは考えられない。これはおそらくサスケとの関係をおもんぱかったのであろう。というのは、もはや公然の秘密になっている二人をいつまで曖昧な状態においては奉公人どもの示しがつかず、せめて一軒の家に同棲させるという方法を取ったので、春金自身もその程度ならあえて不服はなかったのであろう。もちろんサスケは淀屋橋へ行ってからも少しも前と異なった扱いはされなかった。やはりどこまでも手引きであった。その上兼業が死んだので再び春金に指示することになり、今は誰に遠慮もなくお師匠様と呼び、サスケと呼ばれた。春金はサスケと夫婦らしく見られるのを厭うこと甚だしく、主従の礼儀、師弟の差別を厳格にして、言葉遣いの端々に至るまでやかましく言い方を規定し、
たまたまそれに戻ることがあれば、平身抵当して謝っても容易に許さず、執拗にその無礼を責めた。故に様子を知らない新参の入門者は、二人の間を疑う由もなかったという。また、もずやの奉公人どもは、あれで小井さんはどんな顔をして佐助丼を口説くのだろう、こっそり立ち聞きしてやりたいと陰口を言ったという。何故春金は佐助を待つこと核のごとくであったか。ただし大阪は今日でも婚礼に家柄や資産や格式などを云々することを東京以上であり、元来町人の見識の高い土地であるから、封建の世の風習は思いやられる。したがって旧家の礼状としての矜持を捨てぬ春金のような娘が、代々の家来筋にあたる佐助を低く見下したことは想像以上であったであろう。また盲目のひがみもあって、人に弱みを見せまい、馬鹿にされまいとの負けじ魂も燃えていたであろう。とすれば、佐助を我が夫として迎えるなど、全く己を侮辱することだと考えたかもしれん。よろしくこの辺の事情を察すべきである。つまり、目下の人間と肉体の縁を結んだことを恥ずる心があり、反動的によそよそしくしたのであろう。しからば、春金のサスケを見ること、生理的必要品以上にいでなかったであろうか。多分、意識的にはそうであったかと思われる。はい、どうもお疲れ様でした。はい、イエーイ、うん、あ、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。 HK リビングシャター、今回も無事にやってまいりました。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。5月に入りました。入りましたですね。早いですね。いよいよと、はい、新緑の季節でございます。いいですね。いいですね。はい、はい、私の季節でございますよ。緑の日で、緑の季節でございますはい、はい、ということで、今回は119回目になります。はい、119回目、今回の作品は春金賞その4でございました。はい、いかがだ。前回もですね、春金賞その3お届けしましたけれども、今回も引き続き、そうですね、はい、春金賞を続けて第4ということになります。はい、はい、まあまあまだ半分まではいかないかもしれないんですけど。あ、そうなんだ。でも半分近くはいっているかもしれません。いや、まだ半分いってないな。あ、そうなの、うん、意外と進みが早いなって思いながら、うん、いましたけど、うん、多分まだ半分じゃないんじゃないかな。そうか、そうか、はい、でもまあ大体そんな感じなんですけどね。いよいよちょっとこう進展がありましたね。進展がありましたね、随分今回はありましたね。春金とサスケの関係も、うん、そう、グッと、はい、びっくりしました、はいはい、いきなり進んだ、進みましたね。まあね、幼い、春金師匠と、まあ、弟子のサスケみたいな感じだったんですけども、その2人がですね、子供ができてしまいました、ね。それで、でもなかなかそれを認めない春金、うん、まあ春金のね、そのやっぱり性格の一端がね、ここに非常に、ね、出ているのかなと思いますけど、まあサスケさんもなかなか大変そうですね。大変ですよ、はいはい。で、まあまあ、あの結局ね、お師匠さんの春松謙丈さんも亡くなったということで、うん、家を出て2人で生活するようになるというところまでね、うん、話は進みました。妊娠をうやむやにするっていうのがすごいなと思って。まあまあね、まあ最初はね、最初はまあ、まあ、
うん、そういうことがあったとしてもね、うん、まあ最初は認めないとしても、うんまあうん、でも最終的には普通認めざるを得ないのかなと思いきや、そこは俊金さんですね。すごいですね、最後まで。そう、そして子供も、そう、結局手放して、どこへなどおやりなされてくださいます。一生一人見て過ごす私に足手まといでございますとまで言ってしまった、ね、まあだからこれが本心なのかどうなのかっていうことよね、うん、まあ涼しい顔をして行ったっていうことですけどね、どう思ってたんだろうね本当に、うん、まああとは本当にまあこの奉公人どもも言ってたけど、うん、どんな顔してまあね、まあ、普通考えてそのサスケからね、あのこうグイグイ行くような感じには思えないし、とても思えない、ね、やっぱりこれはちょっと春金の方からね、これは、うん、まあサスケは春金に対してそういうなんのかな、憧れというか、うん、好きだという気持ちはね、まあ、あったかもしれないけども、まあ、もちろん春金だって、うん、サスケのことをその時にはね、うん、もうすでに ね、まあ、あのそうは言わないけれども、うん、でもまあ、あのそういう何かその気持ちはねあったかも、知れない、絶対にそういう風に見せないけど、そう、ね、だけど本当二人でどう、何があったんですかみたいな感じですよねどこで何があったんですかっていう、確かに ね、うん、まあ最後にね、生理的必要品以上に出なかったであろうか、多分意識的にはそうであったかと思われるってね、どうですか俺、すごいね、だから実際どうだったのかな、いやでもね、やっぱりそこまでしてこう何か守りたいものがあったわけでしょ、春金としては。まあそうね、うん、やっぱりこう自分というものっていうか、そのなんでしょう、そういうね、もずやさんのところに生まれたっていう、そういうさ、うん、ものとか、あとはほら目が見えないからといってバカにされたくない、うんうん、なんで私が奉公人と何が悲しくて結婚しなきゃいかんのだと、うん、もし私が目が悪くなかったら、うん、こんなね、うん、あの奉公人となんて絶対親は結婚させないだろうに、うん、まあ、こうなったから、うん、ああよかった、じゃあよかった、じゃあサスケ、ああ頼む頼むみたいなね、うん、感じで、あのやられても、私そういうんじゃないですからっていうね、やっぱり何かこう自分というものを、まあ、一生懸命一生懸命保とうとしていた、まあ春金さんの、まあ、本当にこだわりというか、まあ、とても生きづらい人だっただろうなっていうのはちょっとね、その立場になるとちょっと切ない気もするけれどもね、かえってね、うん、そうだよね、まあ、あの春金とサスケはですね、まあ、一番最後に出てくるんですけれども、結局この後も子供がね、男の子2人と女の子1人産むんですよね、二男一女を授かるんですけど、みんな、あ、まあ、男の子2人は、どっかにあげてしまって、女の子はあの生まれてすぐ死んじゃうの、あ、子供はね、この子だけじゃないです、その後にもね3人産むんですよ春金はだからまあ不思議な世界だよね。いやちょっと今の世の中に生きてるとちょっと想像つかないけどね。ちょっとね。ちょっとね。やっぱりでもこの頃はそういうことよりも重んじたいこう名誉であるとか格式であるとか、なんかそういうものがすごくきっちりあった時代だったんだろうね。まあ確かにね、その目がもし見えていれば、その本当にサスケの恋仲になればよ、うん、あの普通の体であれば、なんかまあ逆に反対されてもね、うん、それを押し切っても一緒になるみたいなのも、うん、まあ、それはそれで、まあ、あの美しいかもしれないんだけれども、うん、やっぱり目が見えないとか自分がねそういうハンデを負ってるっていう、うん、なんかかわいそうと思われるのが嫌だっていう、いうのがね非常に、まあ、ずっとね、うん、ある。でもまあその気持ちをサスケはちゃんと察して組んで、それでも春金にまあ疲れていくというか、サスケさん大変だよ本当に。まあね、でもね大変だと思うよね普通に考えればね、うん、でもまあある意味このサスケはさ、その
谷崎が投影されている、うん、谷崎が投影されている、まあ、人物でもあるって見る、うん、まあ、見ることができると思うんだけど、まあ、谷崎って、まあ、まあね、かなり変態な人だったから、うん、なるほど、まあ、その時にね、まあ、あの住んでいたあの、まあ、奥さんなんだ、奥さんじゃなくて愛人かな、あの人となんか急になんかこの春金ごっこを始めるらしいんだよね。なんかあのなんか急になんかこうなんかこうサスケみたいに母みたいに始まって、うん、でそのね、うん、マツコさんっていう人だったかな、その時一緒に住んでた愛人の人、うん、あ、これは今谷崎さんはね、あのサスケにならはったんや、私は春金をやらねばみたいな感じで、うん、でなんかあんた何かしてとかこうしてこうして、うん、あ、わかりました、はい、私が今から何かしたいって食べ物を何か用意してきますみたいな、はい、なんかそう、やっぱそういうのがね、なるほど、好きだった。だからサスケは谷崎にしてみればサスケは全くかわいそうじゃないんです。そうか、こういう愛の形というこういうのが好き、好きという、もっと言ってくれ、もっと何か俺に、私に何かこうね言ってほしいみたいな。なるほど、普通に考えれば、いや、サスケ大変だよ、これ、みたいな、うん、こんな春金みたいな人にね、いろいろと言われて、いや、でも、サスケ嬉しい、そうか、谷崎さんは嬉しい、そう言われれば言われるほど嬉しい、みたいな、まあ、そういう、なかなか、なるほど、なかなか我々には想像がつかない、まあ、世界なのかもしれないよね、それがあるかもしれない、すごいね、すごいね、まあでも親にしても大変だよね。まあね、うん、こういう娘さんを持った親御さんは、いやーそうだよね、その目が見えないからといって、うん、その必要以上にこうやりすぎてしまうと、うん、逆にその子を傷つけたりね、うん、私が目が見えないからってそう言うんでしょうみたいになっちゃうと、うん、やっぱ良くないし、まあ、かといってやっぱりこう何かこうケアしてあげないと一人では生きていけないわけだし、っていうことで大変だったんだろうね、ご両親もね。ね。でも本当に最終手段として、うん、まあとにかく二人でね住まわせる、まあそれならば、まあ春季もまあ納得してね、まあその使えるものとして、そうそうそう、一緒にあなた来なさいと、そうそう、あくまでもその夫婦じゃなくて、ね、夫婦じゃなくてね、そう、うんうん、師匠と弟子、はい、あくまでもその関係は、まあ、でもさ、対外的にはね、そうであったとしても本当に二人っきりで誰も聞いてませんよみたいな、そうみたいな時に、どうしてたんだろう、そういう時にはどうだったんだろうね。でもまあ書いてあるの読むとね、ちょっとでも言葉遣いなんかね、そうなんか違ったりすると相当ね、怒っていつまでも言われるみたいな。だからサスケから何かできたとはとても思えないんだよね。思えないよね、うん、いや、それもなんかだからなんかこう愛するよみたいな命令するんじゃない、いちいち、うん、こうしろああしろとか、はいみたいな、大変だ。でも嬉しいんだよ、ね。でも嬉しいんだ。なんだこの世界。なんなんだこの世界は。分かんない。分かんない、ね。でもやっぱり読んでて楽しいんでしょ？この独特のなんか、まあ、独特のね、文体というかこの流れというか。流れというか。楽しいんだよね。まあまあ読んでては楽しいね。まあ、理解はできないよ、もちろん。あ、なるほどとかね、いや俺と一緒だなとか思わないけども俺も分かる分かるとかは思わないけれども、うんうん、まあまあでももちろん、ま、全ては分からないけれども、うん、まあね、でもその春金の、うん、あのその切ない気持ちとかね、うん、そういう負けてたまるかっていう気持ちとか、うん、だからまあサスケとの関係も本当はねもっとこう自分が目が見えて、ね、普通の体だったらば、うん、まあ、もっと楽しくね、うん、普通にこうだって元々は明るい、うん、そうだね、人を笑わせるような少女だったっていうんだからさ、うん、そのまま育っていけば、まあ、本当はそうで ありたかったっていう気持ちは自分自身も あるかもしれないけど、
でもそうできない、ね、っていう その部分は、まあ、本当にこう何て言うかな、こう一方的に春菌って何やねんっていうふうには思えないね、それはね。あるしね、ものすごい頑張って生きていたんだろうなとはすごく思う。サスケに対してもいや本当かわいそうだなとか、かわいそうっていうか本当ね大変だな、大変そうだなとはとも思うけども、うん、でもやっぱりこう好きな人に対して好きな人と同じなんだろう、同じものを共有したいとか、まあね、そうよね、そう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 、同じ先生に習って、うん、一緒にね、そういう芸道を芸道に突き進むみたいなのはすごく、うん、やっぱ同じものを目標として頑張るっていうのはすごく楽しかったというか、幸せだったんだよね。そう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 、いやいや習わされてたわけじゃないから ね、うん、自ら。でもすごいよね、その商人になるはずでさ、でっち奉公に行ったらば、そこの娘さんが好きになっちゃって、なんかその娘さんがやってることを自分も一生懸命やってたら、ついにそっちの方に行っていいよっていうか、行ってねって主人に言われるっていうのもさ、すごいよね。で、まあ、将来は兼業になっちゃう、なっちゃうんだもんね。やっぱ相当やっぱりサスケも上手かった、そうそう、才能が、ね、才能があったってことだね、うん、まあまあね、まあここにも書いてあるけど、春季はまあ天才派だけど、サスケはまあ努力家であったって書いてあるけど、相当な、まあでも努力家であったとは言っても、やっぱもともとそういう音感というかさ、うん、ね、そうだよ、だって聞いて覚えて稽古してたんでしょ、一人で、ね、いや、なかなかできないんじゃない、ね、普通だったら ね、まあまあ、だからまあね、ただただ理解できない春菌と、ただただかわいそうなサスケってことを受けたらもちろん、うん、そうなのよ、そうなのよ、それはそう、この後 ね、またさらにいろいろと、はいはい、怒っていくという、そうですね、まあまあ、ね、まだまだ、まあこれ今ね前半部分で、まあ、後半またどん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 といろんなことが起こっていくと、起こっていきますので、まあ今回ね一つ、大きなね、うん、転換の一つ、ね、まあ春菌とサスケが家を出て、うん、一個構えて、うん、で二人の生活が新たに始まるという、うん、ところまで読んできました、はい、はい、ということで今回はこんな感じでございました、はい、はい、ということで、次は、次回は私が、みのりさんのやります、はい、みのりさんの回でございます。で、春菌はまた、6月の来月ですね、来月ですね、はい、の1週目、1週目に、はい、お届けできると思いますので、それまでに、今までの部分をね、そう4回見直してもらって、あ、そうですね、はい、ぜひ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 楽しみにしていただければなと思います。はい、はい、今ちょうどゴールデンウィーク中ですね、うん、うん、そうでございます。皆さんどうでしょうか、ゴールデンウィーク楽しみますけども ね今年はね、ようやくね、そうだよね、まあ、ちょっと落ち着いた、落ち着いてね、コロナで落ち着いてね、久しぶりのいろいろね、遠出してる方もいらっしゃると、どっかにね、いらっしゃってる方もね、はい、多いかもしれません。けれどもね、まあもしね、お家にいて時間が少しあるという方は、チクチクリビングしちゃった過去の作品なんかもああぜひぜひぜひ、見ていただいて、と嬉しいなと思います。はい、はい、ではまた次回です、さようなら。